ちは。全国の天気をお伝えしていきます。まずは皆さんからいただいているウェザーリポートをご紹介していきましょう。まずは神奈川県の川崎市の方からいただいたこちらのリポートは、よく晴れていますといただいています。ただ風が強いのでちょっと寒さがあるといただきました。ありがとうございます。続いてこちら山形県山形市の方からいただいたリポートでは、雪が降っているといただきました。結構降っているようですね。それではここからは全国の天気、アイコンでも確認していきましょう。全国の天気をお伝えしていきます。日本海側で今雪や雨が降っているところもだんだんと収まっていきます。太平洋側のエリアでは日差しが届いているところが多いですが、だんだんと西から天気下り坂、早いところでは夕方以降から雨が降り出してきますので、帰りの際、福岡などの雨アイコンがついているエリアの方は雨具があると良さそうです。各地寒くなっておりますので、暖かくしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしていきました。ここからも頑張っていきましょう。